48分、小泉選手がハーフウェイライン付近でファウルをもらいます。すると、その岩尾選手が蹴ったボールはマリウス・ホイブラーテンの方へ。すると、そのボールはアンドレ・カリージョ選手へと届き、カリージョ選手はクリアしきることができず、これがゴールへと吸い込まれ先制点。浦和レッズは貴重な先制点を取ることに成功。ここからアルヒラルがかなり猛攻を仕掛けます。しかし、アルヒラルが猛攻を仕掛けたということは、相手の裏が空いていることで、浦和レッズはボールを取ったらまずは前へ進む展開。72分にはホセカンテ選手がボールを受けると2人3人自分の方へ手繰り寄せてフリーの大久保選手へとスルーパスを出します。しかし大久保選手は左利きであることから回り込んで打たないといけなくなったためボールを浮かしてしまいます。決定機を逃します。